はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。1時を回りました。11月24日水曜日ですね、のまったりとした午後でございます。日経平均赤いやん、マイナス410円まで行きましたね。なんで落ちてんやろ、よう分かりませんけどね。ドル円 115.13 で、原油上がってるやんっていう感じね。 78.76、備蓄放出決めてんろみたいな。せやのになんで上がんのって感じですけどね。さて、本題いきましょう。ザクザクでございまして、今日出た記事で、北京五輪開会式にプーチン大統領参加で調整、中国がアピール、台湾ではボイコット決議案が立法院審査へと。ちょっと読んでいきましょうね。来年2月4日に開かれる北京冬季五輪の開会式にロシアのウラジミール・プーチン大統領が出席する方向で調整していると中国外務省報道官が23日定例記者会見で明らかにした。これね、中国側から発表してるというところが結構ミソで、本来ロシアの方から言うていいことなんですね。もう中国が先に発表したということはですね、つまり中国がプーチンさん来て来て来て頼むし来てって言うてるわけですね。はい、もうちょっといきましょうか。中国当局による新疆ウイグル自治区や香港での人権弾圧を受けて国際社会で外交的ボイコットが浮上する中、中国を支持する国があるとアピールする狙いとみられる。つまりアメリカほぼほぼもう外交ボイコットで、イギリスもほぼそうですね。で、まあフランス、ドイツがまだわからんと。日本は多分行くでしょうね。一方、台湾の立法院各国国会に相当に、北京五輪ボイコットを含めた厳しい対応を求める決議案が23日までに提出された。台湾独立志向の野党時代力量が提出したもので近く審議される。台湾ってね、沖縄より南にある国ですからね、冬季五輪って言うてもね、ほとんど選手いないと思うんですけど、だからボイコットしても基本的にこう選手が泣くということはほぼないんちゃうかと私は思いますけどね。決議案には五輪に参加する台湾選手が中国当局に台湾独立分子として拘束される危険性があると記されていると。それはちょっと言い過ぎやろと思いますけど、まあまあこれだけの記事でございまして、今のところ中国側だけ、中国側からだけ発表されています。プーチン大統領来るんちゃうかと。開会式かに外国の首相がたくさん来るっていうのはメンツということに関しては非常に重要なわけでして、まあ最高なのはアメリカのバイデンさんが来てにこやかに習近平さんと握手しながら開会式に臨むというのはいいんでしょうけど、それは望むべくもない。今や望むべくもない。でその他に主要な外国首脳としては、まあ、ロシアのプーチンさん、イギリスのジョンソンさん、フランスのマクロンさん、ドイツのメルケルさんって、あなたもう辞めはったんちゃうの、まだいるんか、よう知りませんけど、ぐらいなわけですね。あとオーストラリア、カナダとか続きますけど、まあ、日本もね、岸田来い、おい、こら、来いって、今頃言うてるんやと思いますけど、ただしね、このプーチンさんね、何がおかしいってね、ロシアという国はドーピングをやりまくったおかげでですね、オリンピック資格が22年末までないんですよ。で22年末にまたこう調べるわけですけども、だからどういう形かというと、過去にドーピングに引っかかったことがない潔癖である選手のみ参加、個人参加をしているわけですね。国家としての参加はできないという現状になります。それなのにその国のプーチンさんが来るっていうのも、まあ言うてみればちょっとおかしな話であって、まあ本来なら来ないのが普通ですね。で東京五輪の場合はですね、コロナであの時すごかったでしょ、日本がもう毎日3万人とか4万人とか出たわけです。4万人は無理か、3万人ぐらい出たわけですね。あかんやんこんなん五輪なんかしたらって言って私も言うてたんですけど、北京はそれがほぼゼロなんですね。当局の発表ですけど、あくまでも当局の発表でほぼゼロなんですね。
ほぼゼロなんで安全ですよと言えるわけですよ。東京は危ないですよということを前提に話が進められて、フランスからマクロンさんだけ来ていただきました。その他特に目立った外国からの賓客はいなかったですね。なんでマクロンさんがいらっしゃったかと言いますと、次の2024年の五輪がパリなんですね。だからそういった意味を込めてマクロンさんがお越しいただいたということです。で、この冬のですね、北京五輪ということですけども、今のところですね、西側が外交ボイコットしてるんですよ。まあ、アメリカ、イギリスはほぼそうでしょう。そうすると非常に寂しい大会になる。寂しい開幕式になると。日本ではね、日本人の僕らの感覚ではね、開会式なんかね、どうでもええやんという、まあ、面白かったらええやんというわけで、誰が来てるかなんて関係なくて、何やんのとか、何見せてくれんのとか、もうそういう感覚でしょう。でも、社会主義の国ではそのセレモニーってものすごい大事なんです。ものすごい大事。それをうまくやるかやらないかっていうことにそのかかってるわけですよ。その指導者のこう威信が。で、せっかく北京五輪、冬季五輪を開催するのにですね、主だった外国の首脳が一人も来てないっていうのは、それはもうメンツにかかるわけですよ。だから多分中国側からですね、ロシアのプーチンさん側にですね、来て絶対来てってこう言うてるはずなんですよ。で多分ですね、お隣さんのムン・ジェインさんは行くと思いますよ。絶対行くと思いますよ。で、プーチンさんとムン・ジェインさんが来て、他からはほぼ来ないんちゃうかな。でもしかしたら、日本は林芳正、親中派、パンダ派閥をですね、よこすかも分かりませんね。でもそれやると多分ね、またこれ別の動画で上げたいと思うんですけど、岸田さんかなり支持を落とすと思いますけどね。でも彼分かってないところがあるんで、まあそれはええとしましてですね、習近平さんは今必死だと思います。北京五輪を開催するのにこう格好がつかない可能性が高い。で、開会式でですね、もしかしたらアメリカやイギリスの選手はですね、開会式の選手団行進入場を拒否する可能性がありますね。まあ日本は出るでしょうけどね。そうするとなんとも1980年のですね、モスクワ五輪を思い出しますね。今から41年前ですか。来年からすると42年前なんですけど、まあ私59歳ですから覚えています。なんとも寂しい五輪でございました。その4年後に開催されたロサンゼルス五輪っていうのは西側だけで、東側は拒否しましたね。ソ連をはじめ東欧諸国は参加しませんでしたけど、そんな関係ないやんって。要は世界の中心は西側であったわけですね。今でもそうですけど。で、西側は全部参加してるから全然華やかな五輪になりました。あの悪夢をですね、習近平さんは覚えているんでしょうね。だから自分があの時のモスクワ五輪にの開催者と同じようにならない。1980年にモスクワ五輪開催されず、モスクワ五輪開催されたんですけど、西側ボイコットで、片肺と言われました。肺が一方しかないと。その11年後にソビエトが解体されました。その同じ鉄を踏みたくないというのが、習近平さんの考えなんでしょうね。だからできるだけ華やかに成功させたように見せたいわけでして、そのためには世界の首脳が来てくれなきゃならない。でももうバイデンさんは望む、もうほぼ絶望、ジョンソンさんも絶望、岸田来いで今頃言うてると思いますよ。来いって言うてると思いますけど、まあいけないでしょうね。さすがの外交音痴の、外交音痴でもないのかがあるけど、でもその、よう分かってない、国際情勢がよく分かっていない岸田さんでもですね、さすがにいけないと思う。なんで、まあ最大限配慮して林さんでしょうけども、まあ、林さんを行かせても、多分日本国内から大ブーイングだと思います。なんで多分林さんも行かせられないんちゃうかなという気がしますね。お前は日本は中国の味方かというふうにこう世界に思われますから。なんでこのまま行けばですね、北京五輪開会式はかなりですね、なんとか寂しい感じになる可能性があります。2月5日ですか4日ですか、よう出てましたけど、で2月4日ですね、は注目ですね。今から1、2、2
2月ちょいあと楽しみや、むちゃくちゃ楽しみや。来年のメニューはいろいろありますけど、これ楽しみですね。2月4日どうなるのかというところに注目したいと思います。このザクザクのサイト一応貼っておきますんで、私今全部読みましたけども、ご自身の目で読みたいという方はぜひ見てみてください。別になんてことはない、ただプーチン行くかもしれんでというだけの話でございますが、はい、皆さんどうもありがとうございました。